According to the Scottish Rite of Freemason, the 33rd degree is an honorary degree bestowed upon a Mason who has done good works for the fraternity. But it is known that though Watt did belong to a boys club in his youth called Demoray, which is sponsored by Mason Lee, but never joined the fraternity. Watt was not a 33rd degree Mason, and he was not ever a Mason of any degree. But I, Hiroshi Hayashi, would like to say that Walt Disney was more than that, or he was high above Masonry. Walt Disney はフリーメイソンではありませんでした。そのことはよく知られています。が、その精神はフリーメイソンをはるかに超越していました。ウォート・ディズニーはその初期の作品においてフリーメイソンのシンボルマークを随所に織り込みました。特に Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目は様々な場面で使われています。現在アメリカの1ドル札の裏にもそれが描かれています。またウォート・ディズニーは33という数字にこだわっていたようです。自宅の番地も33番地だったようです。33というのはフリーメイソンのスコットランド派が名誉称号として与える数字です。聖書の世界でも意味のある数字ということになっています。ヤコブには33人の息子と娘がいました。ダビデ王は33年間世界を統治しました。イエスは33歳で十字架にかけられました。一般的には33という数字はフリーメイソンの世界では最高位の位を表す数字とも言われていますが、ウォルト・ディズニーはその33という数字にこだわっていたということになります。が、大切なことはそうした表面的なことではなく、ここにも書いたようにウォルト・ディズニーはそうした組織そのものをはるかに超越した存在であったということです。もっと言えば、人間は一つ、世界は一つ、神々は一つであるということを見抜いていました。だから、ウォルト・ディズニーはこう歌い上げたのです。It's a small world after all. つまりね、世界は小さいんだよ、と。世界にはね、笑っている人もいるけど、泣いている人もいるんだよ。希望を持っている人もいるけど、ビクビクしている人もいるんだよ。みんなが助け合うことはたくさんあるんだよ。今こそみんながそれに気づくべき時なんだよ。だってね、小さな小さな、本当に小さな世界なんだからね。たった一つの太陽と月しかないんだよ。あなたが微笑めばみんなと友達になれるんだよ。いくら高い山があってもね、いくら深い海があってもね、結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。小さな小さな小さな世界なんだよ。結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。It's a small, small world.
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient world and history. Today's story is that I say here that God is one, just only one, with just only one kind of humans. Once Walt Disney sang like this, It's a small world after all. Yep, we are the humans who live in such a small, small world after all. The greatest God in Islam is, of course, Allah. So it is Ahura Mazda in Zoroastrianism and Ra in ancient times in Egypt. Allah, Ahura Mazda, and Ra belong to one sacred God, the Sun God. 音を比べるまでもなく、イスラム教のラーフ、ゾラスター教のアフラ・マズダ、それに古代エジプトのラーは一人の神、すなわち太陽の神ということになります。どの神が古くて、どの神が新しいかなどということは問題ではありません。どの名前が正しいかということも問題ではありません。皆一人の神ということです。太陽の神、それがアラーフであり、アフラマズダであり、そしてラーということになります。古代エジプトの神々についても調べてみました。やはり太陽の神です。ここでは簡単に紹介しておきますので、詳しくはこのビデオの最後、37分15秒後につなげておきます。わかりやすく言えば、世界の神々は一人、そして私たち人間もその神のもと一種類だということです。もちろん、この日本の関係に深い仏教にしても、弥勒菩薩教にしてもそうです。ゾラスター教からミタラ教、つまり密教が生まれ、チベットのタシルンポから長安、そして空海によって高野山に伝えられました。アフラマズダは日本では大日如来と呼ばれています。また、ミトラが誕生したとき、ブッダ、つまりヒトダーナ・ゴータマの父親のヒトダーナ・ゴータマが三人のマギの中の一人としてその場に居合わせていました。そして、仏教の発祥地のルンビニ、タシルンポ、長安、空海が修行したと言われている奈良の八田寺は、新一直線でつながっています。また、八田寺の参道は、逆に長安、タシルンポ、ルンビニの方向を正確に示しています。詳しくは、このビデオの後にそれをつなげておきますので、そちらをご覧になってください。ともかくも、こうして世界の宗教が、それぞれ深い関連性を持ち、一つの頂点へとつながっているということです。つまり、サンガード、太陽の神です。が、だからといって私は何もここで宗教の説明をするつもりはありません。大切なことは、私たち人間も一つ、つまり一種類の人間だということです。今こうしてライン理論によってそれを説明していますが、こうしたラインは、決して偶然そうなったというものではありません。私たちが神と呼ぶ、つまりエイリアンによって意図的に惹かれたものだということです。試しにルンビニからイースター島へ西回りに線を引いてみてください。地球を逆回りしますから、Google Earth で線を引くときには技術が必要ですが、その直線は10メートルのエラーもなく、あのメッカ・カーバを横切ります。イスラム教のメッカ、カーバです。カーバ神殿です。こうした不思議をただの不思議と片付けてしまうかどうかは皆さんのご自由ですが、不思議だ不思議だと言っていただけではそこから先へは進めなくなります。大切なことはその向こうにあるロジカルな理論に気づき、そしてそれを手元に引き出すことではないでしょうか。何度も説明してきたライン理論ですが、このライン理論を使えば、私たち人間はもっと神々、つまりエイリアンの存在に気づき、近づくことができます。あのウォート・ディズニーはこの地球を指して、It's a small world after all! It's a small world after all! と歌いました。
イスラム教にしてもゾロアスター教にしてもはたまた古代エジプトの世界にしてもこの地球で見てみれば皆お隣さん同士です。そしてこの地球は限りなく小さい、本当に小さい。だからウォルト・ディズニーはこう言ったのです。結局はこの地球は小さいんだよって。では Bye for now。Gnostic website writes about Walt Disney as follows. Not many people are aware that Disney was a member of the secret occult group Gnosis and Alchemy, known as the Ancient Mystical Order Rosae Crucis, aka theRosicrucians. Gnosis サイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いています。ウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミー、つまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジクルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の隠れ信者であったということはあまり知られていない。 And he was said to have completed all the teachings of the order. With his secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world.ディズニーはその教義を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識をもってウォルト・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。 A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occultMany of these occult myths and dramas are played out in Disney films such as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave,
frozen and maleficent. ディズニーのあの魔法がかった映画は基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いている。そしてそのオカルト神話は不思議な国のアリス、シンデレラ、王者の剣、さらには最近の作品としてはブレイブ、マレフィセント、オーロラ姫などにも反映されている。A magical formula he used to captivate and influence people from all around the world is still used to this very day. Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of Gnosticism and Alchemy. ディズニーが用いたこの魔法方式は今日まで世界中の人たちの心を捉え影響を与えている。ロシクルーシアンのようにフリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている。 The Masons would primarily be the branch dedicated to materialityin which the order attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attract the more spiritualistic type people whose main goals are advancing their spirituality. 言うまでもなく、メイソンは基本的には物質主義を信奉する団体であり、その中で社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながら、その一方で神秘主義的な人たちをも魅了し、そしてその目的は彼らの精神性の発展にあると。で、そのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。グノーシス主義またはグノーシスというのは1世紀に生まれ3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである。物質と霊の二元論に特徴がある。普通名詞としてのグノーシスは古代ギリシャ語で認識・知識を意味する言葉であり、グノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有する。またグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがあり、ヘレニズムによる東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている。代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるが、マニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されている。以上がウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになります。で、この動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介しています。それらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが、要するに現実主義、物質主義とそして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります。で、結論ということになります。私たちは私たちの社会で世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります。私は無神論者だと言いながらも結局はその宗教の中に取り込まれているということに
なるのではないでしょうか。それが良いとか悪いとか、そういうことを言っているのではありません。宗教というのはもともとそういうものであるということではないでしょうか。ウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか、今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そしてそのウォルト・ディズニーがですね、グノーシス主義者あるいはグノーシス宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。 Bye for now。Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Gutenberg a star? We do, we do. Who robs tapish of their sight? Who rigs every Oscar night? We do.